それでは本日のインサイドアースで、本日のゲストは大徳正弘選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日登場していただいた、大徳選手は約8年ぶりのアスレーの復帰っていうような形ですよね。はい、8年ぶりです、はい。まあ、個人的には自分自身と大徳選手っていうのは過去に一緒にプレーしていたことがあって、はい、まあ、そういうふうな関係性もあり、まあ、今こうしてこういう形で、話をしているのがすごい不思議な感じがするんですけど、ね。まあ、いろんな大徳選手に関する、まあ、詳しい情報をこれから、掘り下げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではこれから、インタビューの方スタートしていきます。それでは、ここから大徳選手にまずは自己紹介をしてもらいたいと思います。今シーズン立川府中アスレティック FC でプレーすることになってます。大徳正弘です。よろしくお願いします。これまでの選手経歴はどんな形になりますか？はい、何歳の頃にフットサル始めたんですか？フットサル最初に始めたのは18歳の頃で、8の時に浦安のセグンドに確か入った。そうです、そうです、はい。でそこから流れて、はい、千葉のルフトですね。うん、ルフトに移籍してきて、はい、まあ、それまた後ほど詳しく話するけど、まあ、そこで俺とマサが出会って、でそこから次、はい、もうアスレのサテライトだよね。そうですね。で、それで2年、2年ですね。その後は、マッサージで置いた。で、その後、湘南ベルマーレスタルクラブ、うん、で、その後ブラジルで、ベルマーレに半年戻って、その後、イタリアにワンシーズン行ってました。うん、結構いろんなチーム渡り歩いてきたことになるね。そうですね、はい。で、一番長いのはじゃあ湘南にベルマーレになるのかな、今のところ。うん、まあ2シーズン半、3シーズン弱ですね。イタリアから、まあ、こうやって帰ってきて、はい、なんかアスレに入るって発表されてから、なんか周りの反響とかってあった？あ、そうですね、ありました。っていうのも、まあ、もともと府中で、うん、府中アスレでプレーしてたっていうこともあって、うんうん、前サテライトに1年半とトップ半年ですかね、僕在籍していた、うんうん、でその時に、応援していただいてってた人たちからいろいろ反響をいただいたり、まあ、ベルマーレのサポーターの方たちからは宣告されたりっていう感じですね。はいはい、まあ、今回マサだけじゃなくてね、まあ、何人かの選手復帰するような形になって面白い流れだなっていうのはすごい感じて、はいはい、クラブとしては嬉しいことっていうか、なんかもう離れてもその後も関係性が続いてるっていうのは、価値がないとそういうことって起きないと思うんで、まあ、そういうものを改めてクラブとしてはいい機会になったなっていうふうには思ってます。まあ、この、まあ、だいぶアスレはメンバー変わったんだけど、まあ、いる選手の中で仲のいい選手になると誰なの？はい、仲のいい選手、まあ、アツヤ、仲いいか分かんないですけど。あ、まあまあ、アツヤ。一緒に住んでたんですよ、湘南ベルマーレの時。ああ、寮かなんかね。はいはい、まあ、年は5個離ってますけど仲はいいです。なるほど。今日は酒井君、酒井亮太郎が同い年。あ、同い年だね。1回か2回北海道で一緒にご飯みんなで食べた時話したかな。あ、そうなんだ。で、まあ、今回アスレに復帰を決めた理由とかって何があったの？そうですね、僕自身、うん、フットサルをその基本を学んだっていうのはやっぱりアスレだったんで、うん、自分にとっても一番最初にトップを経験して悔しい思いをしたっていうことも経験したのはアスレで、もちろんその立川府中アスレティック FC っていうクラブに、まあ、思い入れがあったっていうのと、あとは源明選手がいて、僕が本当に前に入った19歳20歳の時ぐらい、スペインとか行ってたのかな、明君。で、まあ、府中に戻ってきて一緒に練習したりとか、うん、あと明君のプレーとかも実際に見てて、で今日本代表で活躍していて、で僕自身自分の、まあ、夢とか目標っていうのはやっぱり代表に入って、まあ、ワールドカップに出たい、でそこで世界に勝ちたいっていうのが
あるので、日本代表する選手を超えるっていう意味で、うん、僕にとってアスレでプレーするっていうのは、そういうアキラ君とか他にも質の高い選手がたくさんいるっていうのが大きいです、うんうん、なるほどね。そういう意味でいくと、まあ、さっきのアキラのスペイン挑戦っていうのがあったと思うんだけど、同じように、はい、ブラジルとかイタリアに挑戦してきた中で、何がここをすごい自分にとってためになったと思う、成長のため、まあ、プレー面でもいいし、プレー面じゃないところでもいいし、まあ、僕がイタリア、ブラジルでプレーしてきて、僕が外国人選手として入ったっていうところで、うん、まあ、言語とかもちろんありましたけど、やっぱり体の強さだったり言葉を含めた戦術理解度っていうのは、ね、すごく海外に出て勉強になりましたし、海外で一人で生活することによって出たもの、まあ、なかなか日本にいたら経験できないことなので、まあ、そういう意味では、まあ、どこに行っても生きていけるなっていう自信もあります、うん。まあ、今回ね、復帰っていう風な形になるんだけど、まあ、約8年ぶりってなると、まあ、マサの、まあ、プレー自体を見たことのない人たちっていうのはたくさんいると思うんで、アスレのファンね。なので、そういった人たちに向けた話で、マサ自身の、その、ストロングポイントって何？プレー。僕のストロングポイントは、まあ、一応そのスピードと、うん、ドリブルっていうところで、まあ、得点に絡むプレーを見てほしいのと、やっぱり、そのボールを持った時じゃなく、自分のスピードを生かした、ボールを持ってない時の動きを、まあ、自分のストロングポイントとして持ってるんで、そこを見てほしいなって思います。うん、さっき話に出ましたが、マサと自分とが初めて会ったのは、まあ、アスレの前に実はあって、当時千葉県の社会人の一部リーグのルフトっていうチームで出会っていて、まあ、そこで僕自身はプレイヤーとしてまだやっていて、まあ、マサが違うチームから移籍してきて、まあ、一緒にやる機会になったけど、あれもそんなに長くないよね、半年ぐらいだったよね。半年ぐらいですね。え、一緒に試合出たんですか？いや、出てました、出てました。そのあんまり俺そのルフトでの試合の記憶がね、あんまないんで。そうですね、僕結構覚えてますけど、谷さんが多分プレーしてるとこって、アスレの方とか、ほとんどというか見たことないですよね。何も見たことないと思う。いや、結構というか、かなりドリブルしますよね。そうか。当時そういうイメージがあったんですよ。あ、そうなんだ。いや、懐かしい。まあ、ちょっと話長くなっちゃったけど、まあとりあえずこんなとこかな、うん、ではここからサイコロトーク的な形で、はい、この箱にテーマをいくつか用意してあるので、この中から引いたテーマについて、答えてもらいたいと思います。1つ目の質問は、 F リーグでの一番の思い出。湘南ベルマーレに所属していた時、僕が1年目の時に毎年下から2番目か3番目ぐらいだったんですね、順位が。で、全然勝てない中で名古屋オーシャンズに勝った試合、まあ、自分の中で一番思い出に残ってる試合ですね、はい、ちなみに何対何で勝ったの？3対1か3対2ですかね。じゃあギリギリだったのね。その時は、フィールドプレイヤーは6人で回したんですよ。だからもう本当に、しんどくて、うん、けどその分勝った時の劣さっていうのがすごくて、はいはい、まあ覚えてますね、その試合は、うん。じゃあ続いてどんどんいきたいと思います。ブラジル、イタリアでの忘れられない思い出。さっきちょっとね、触れたけど、追加でこういうのもありましたっていうのがあれば。僕がブラジルに行った時、1年弱プレーした街は、本当に田舎で、信号が街に一つもないんですよ。お、多分もう馬とか牛の数の方が人より多いぐらいの。で、当時僕、携帯も電波が通じない、Wi-Fi があるところでしか携帯が使えない携帯をなぜか持って行っていて、うん、なのでもう家から一歩出たら、もう誰とも連絡が取れないっていう状態で、1年弱過ごしてたので、まあ、いつも毎日ヒヤヒヤしながら、家から出てたっていうのは。ちょっと変わった質問。子供の頃、好きな教科、嫌いな教科。子供の頃、好きな教科、嫌いな教科。好きな教科は体育。その毎日楽しみにしてました、体育の時間は。で、嫌いな教科は算数と理科で迷いますね。ああ、でもまあ理数系が苦手ってことか、じゃあ。そうですね。もう文系なんで僕。理系はちょっと
苦手ですね。赤点取ったことある、はい、もう数えきれないほどあります。あ、あるんだ。なるほど。まだ結構あります。では続いての質問は、人生で最初のデートは、最初のデートまあデートって呼ばれるものは何歳頃のにまずしましたか？小学校5年生、うん、お早いね。一応その、同じ小学校の女の子だったんですけど、みんなでディズニー行ったりとか、うんうん、みんなであの近くのショッピングモールに遊びに行ったりとかはあったんですけど、うんうん、まあ、最初のデートっていうのは学校からの帰り道とかですかね、はい、それは小5ですかね。え、ちなみに今その人に何してとかっていうのは分かんないね。いや、分かります。幼馴染です。あ、そうなんだ。その人はちなみに何してんの？もう結婚して。今はあの、いや、結婚してないです。あのキャビンアテンダントさんしてます。じゃあどっかの国内線乗ったらその子がいるわけだ。はい、います。じゃあ今度遠征の時に立ち合わせするあるかもしれないです。はい、じゃあ続いて、サッカー、フットサル以外で得意なスポーツ。バスケット、野球、卓球です、うん。まあ、どれも共通してるのは球技だ。それどういう部分で得意だと感じる？野球は小学校6年間サッカーと野球を両立してやっていて、うん、中学行く時に、サッカーを選択して野球をやめたっていうのはあるんで、まあ、野球は6年間しっかりあの上目指してやってたっていうのがあるのと、あとまあ卓球は普通にあの好きです。それなんか近場で小さい頃によくやれる場所があったとかそういうのある？ああ、あります、あります、はい、ありましたね。子供の頃近くあの青少年センターみたいなところで友達とみんなでやっていて、バスケットは中学高校の時は昼休みの時間に毎日バスケットしてました。俺はあのちなみにあの、はい、卓球得意なんだけど、なんでかっていうとあの中学の時に親に卓球台買ってもらったわけ。え？卓球台買ってもらったんですか？買ったの。あの普通にスポーツのあの、はい、スポーツショップあるじゃん。あそこでだから2万円ぐらいで買えたのかな。まあまあ場所取りませんだって。そう、だからあの家のねガレージがあって、はい、その中にまあ今もあるよ。だから今もあるんですか？今もある。だから毎日毎晩当時はねうちの弟と一緒に、はい、温泉卓球じゃないけど風呂上がりとか、はい、風呂の前に、はい、毎日2時間ぐらいやってたから部活でやってるとかじゃないよ、遊びで、はい、うん、遊びにしてはやってますね。かなりかなりやってた。そんぐらいだから卓球は実はあの得意っていうか、あんまり人には言わないけど、はい、家に卓球台あるって言うとあのそうやって引かれるから、はい、お金持ってればあのそんな場所ないっしょ普通みたいな。でもまあ田舎だから一応場所はそれなりにその普通の人でも大体土地はある、はいはい。じゃあ次、好きなサッカー漫画。好きなサッカー漫画、うん、まあ多分みんなサッカー少年はみんな見てると思いますし、うん、人は憧れたんじゃないかという、やっぱりキャプテン翼は、好きですね。あと、少し大きくなってから読み始めたんですけど、ホイッスルっていう、はい、あの漫画があって、その漫画、サッカー漫画も好きですね。風祭りくんですね。ね、僕シーナとか好きだったんですけど、キャプテン翼だったらあの誰が好き？美咲くんとか。谷さん誰好きなんですか？俺は青井慎吾が好きです。僕も2番手ぐらいに青井慎吾来ます、ね。はい、じゃ続いて、はい、試合での忘れられない大失敗。忘れられない大失敗、ベルマーレの時に、うん、家族が僕のユニフォームを購入していて、うん、で僕が実家に戻って全部一緒に洗濯して、うん、でユニフォームを持ってって試合で来た時に、うん、あ、なんかちっちゃいなと思ったら母親のユニフォーム持ってっちゃってはいはい、はい、でもあのたまたまというか、うん、あの母親の名前とかじゃなく大徳で購入してたんです。だから、はい、
あの良かったんですけど、それがもし節子とかなってたらちょっとやばかった。やばかったね。大得だったんで、まあ、ちょっときついなぐらいだったんですけど。え、それで試合出たの？試合出ました。同じやつだったんで、レプリカとかじゃなく。素材もじゃあ一緒だ。素材も一緒です。じゃあ良かったね。はい、はい、それでは大徳選手の方から、まあ、ファンやサポーターに向けて、まあ、今シーズンについて、まあ、意気込みなどあれば、はい、ぜひお願いします。改めて、今シーズン、立川宇宙アセリック FC で、プレーすることになりました、大徳正弘です。初めましての、方もいれば、あの昔にプレーしていた時に、もうすでに、会っていた人もいますが、まあ、今シーズン、チームの目標、そしてまあ個人の目標を、まあ、達成するために、まあ、僕が、まあ、イタリア、ブラジルなど海外で得てきた経験を生かして目標を達成したいと思ってますので、ぜひ会場で会いましょう。はい、ありがとうございます。はい、まあ、それではこれにて今週のアスレティック TV インサイドアスレのコーナーを、終了といたします。視聴者の皆さん、よかったらチャンネル登録、高評価の方をお願いします。はい、また、まあ、こういった形で、まあ、選手を呼ぶことがありますので、まあ、番組への要望もそうですし、まあ、選手への質問などあればぜひコメントの方よろしくお願いします。じゃあ大徳選手、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では皆さん、これからもアスレ、そして F リーグの、まあ、魅力をみんなで広げていけるように応援の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。